新たな Ask ZBrush へようこそ。今回は、リテールの投影を行うと、アーティファクトのようなものが残ってしまうのですが、これを直す方法はありますかという質問にお答えします。いつものように ZBrush を起動し、このような参考ファイルの読み込みを行っています。このデータは、クライミングシューズをダイナメッシュで作成を行ったモデルです。例えば、このようにモデルの全体が完成し、リテールを掘り終えたとしましょう。次に、あなたは、このモデルに 新たなトポロジーの作成を行い UV なども開く必要があると思いますそこでこのメッシュに対して z リメッシャーを適用し新規のトポロジーの作成を行い新しいトポロジーに対してこのダイナメッシュで作成を行ったモデルに存在するディテール全ての投影を行いたいと思います今サブツールが2つありますが片方はサブツールの複製を行いすでに z リメッシャーを適用したモデルになりますさらに複数回ディバイドを行いサブディビジョンレベルを適用しおよそ100万頂点程度のデータとなっています これで、Z リメッシュを適用したモデルと、ハイレゾなオリジナルモデルの用意ができたので、オリジナルからリテールの投影を行いたいと思います。これを行うには、Z リメッシャーをかけたモデルのサブツールの選択を行い、リテールの投影を行いたい元となる全てのサブツールの表示を行います。この場合には、ダイナメッシュで作成を行ったシューズのサブツールになります。Z リメッシュを行ったモデルの方が選択されていることを再度確認し、サブツールの項目の下にある全て投影を押し、 投影を行います実際に投影を行ってみると、このような結果となりました。ほとんどのシューズのディテールは投影できているのですが、モデルの一部に奇妙なアーティファクトのようなものが発生しています。このことからわかるように、シューズ全体のディテールが投影できていないことがわかります。これはなぜ発生していて、どうしたら修正が可能なのでしょうか。この投影が失敗している理由は、投影距離の数値が低く設定されているためです。投影距離の設定は、すべて投影の隣の距離の項目でコントロールできます。 もし投影処理を行っている際にこのような認めになってしまった場合には一つ試すことができることとしては距離の設定を0.1にし投影を行うことです一度 Ctrl Z を押し投影前に戻ります距離の設定を0.1にしこれで再度投影を行い直します投影後の結果を見てみると距離の設定でほとんどのディテールが無事投影できましたおよそ9割程度の確率でこちらの距離設定を調整していただくことで このアーティファクトの問題が解決します。モデルの一部にはまだアーティファクトの発生している箇所があり、ズームをしてみると、このような部位がまだ正常に投影できていないことがわかります。これは、スライダーで設定を行った距離以上に Z リメッシャーと元のモデルと差があるからです。では、一度アンドゥを行い、これを修正する方法をお見せします。まず、この修正処理を行う前に、m o ターゲットの格納を行います。m o ターゲットを格納することで、後で m o ターゲットを利用し、 不要な影響を受けたり、スパイクとなっている箇所に対して調整を加えることができます。モーフターゲットの格納を行うには、ツールパレット内の下部に移動させ、モーフターゲット内の項目を開き、格納を押していただくことで、モーフターゲットの格納が行えます。これでモーフターゲットの格納が行えたので、サブツールの項目に戻ります。これで全て投影を押し、再度投影を行います。距離設定が0.1のバージョンの投影モデルに戻ってきました。 ご覧のように、留め具の部分以外のディケールは投影が無事行われています。次に、こちらの部位の調整を行い、再投影を行う必要があります。一度、ソロモードの解除を行い、両モデルを重ねて表示を行ってみると、アーティファクトが発生している位置は、ジオメトリの表面よりもくぼんだ位置になっていることがわかります。これらが正常に投影されるには、スカラプトの調整を行い、この位置のジオメトリを外側に盛り上げることで、投影距離内に入れる必要があります。では、ソロモードを有効にし、 毛布ブラシに切り替えを行います。B キーでブラシパレットを開き、M キーで M で始まるブラシに絞り込みを行い、毛布ブラシを選びます。投影を行う前に、このサブツールに毛布ターゲットを格納したことにより、毛布ブラシをこのモデルに利用すると、毛布ターゲットの格納を行った時点のメッシュの状態に戻すことができます。つまり、これで投影前の状態に戻すことが可能となります。毛布ブラシを利用し、投影時に問題の発生していた両エリアを撫でてあげることで、 元の状態に戻します。毛布ブラシで調整が行えたら、次に Shift キーを押し、スムーズをかけることもできます。このように表面を撫でてあげることによって調整が行うことができます。一度ソロモードを解除し、2つのモデルを重ねて表示してみましょう。重ねて表示を行ってみると、オリジナルのモデルに対して、留め具の部分がまだ低くなり、高さが不足していることがわかります。そのため、こちらの部位を盛り上げる必要があります。盛り上げるためには、 ムーブブラシも利用できますが、クレイビルドアップブラシもおすすめです。ブラシパレットを開き、クレイビルドアップを選びます。これで Z、Z レベシアのモデルの表面が、元のモデルを包み込むような形に盛り上がるように、クレイビルドアップブラシで盛り上げを行っていきます。留め具とベルトの部分がカバーできればいいので、基本的にあまり精度を高く求める必要はありません。あらかた進めたら、スムーズブラシなどで表面を鳴らして、緩やかな丘のような形状にします。 この処理を行うことにより、投影を行う際に、ジオメトリがより元の形状に近づいたので、より良い結果を得ることができるようになります。もちろん、上の留め具のパーツも同様に処理を行う必要がありますので、繰り返し作業を行っていきます。もし、お手元のモデルでこの作業を行う場合には、問題のある箇所ごとにこちらの処理を行う必要があります。作業を行いやすくするため、サブディビジョンの下の階層に行き作業を行い、投影前に最上位のレベルに戻していただくことも可能です。このモデルですと、この留め具周辺の位置と、 ベルトの縫い目のラインが複雑に入り組んでいるため気をつけるエリアの一つとなります。これでスムーズをかけて鳴らしていき大型の投影の準備ができました。ソロモードを有効にして z リメッシャーをかけたモデルのみの表示を行い投影結果を見やすいようにしましょう。元のサブツールには目玉マークがついてますのでこれで投影ボタンをクリックしましょう。投影が終了するとこのような結果となりました。留め具周辺とベルトによりきれいな投影結果が反映されています。 他にも、すべてのメッシュ全体の投影を行わずに、マスクを利用して一部のみの投影も可能です。マスクを行うと、全体の投影の終了を待つ必要がなく、より素早い計算に手処理を行ってくれます。例えば、こちらの E と V の文字を潰した後に投影を行い直してみましょう。例えば、スムーズブラシでディテールを潰し、クレイビルドアップで多少盛り上げを行って、マスクをかけて反転を行ってみましょう。画面上の何もないところで、コントロールと左クリックを行うことによってマスクの反転が行えます。 マスクが適用された状態で、こちらの投影ボタンを押すと、このマスクが適用されていない部位のみに投影が反映されます。では、実際に全て投影をクリックし、オリジナルのディテールの投影を行いましょう。全体の投影を行う処理時間に比べ、マスクを利用した一部投影のみの方が圧倒的に早い時間で投影が終了しました。もし、モデル上にまだアーティファクトの発生している部位がある場合には、盛り上げを行い、元のモデルを包み込み、マスクでそれらのエリアを選択し、反転を行い、 再度投影を行い直してみてください。もし、Z ブラシのパイプラインや作業方法に関する質問がありましたら、ツイッターで「#AskZ ブラシ」をご利用ください。